今回の動画ではリアジェルハンディライトについて説明をしていきます。リアジェルのハンディライトは軽くてコンパクト、スティックタイプなので硬化させる場所が見やすいハンディライトです。筆立てに立てられるので置き場所に困らず、充電式なので電池を買う必要もありません。親指の位置にオンオフのスイッチがついているので、必要な時に素早く使うことができます。ディスクの上で転がりづらい六角形の構造が持ちやすいので、パーツの固定や長さ出しの仮交換にとても便利なライトとなっております。ワンクリックで20秒、もう一度押すとライトが切れます。2秒長押しで60秒のタイマーがついております。充電時間は約20分、使用時間は連続使用で40分使用可能となっております。こちらの箱を開けていただきますと、スポンジの中にライトが入っており、ライトを取り除いた下には説明書が入っております。説明書の下には専用のコードが入っております。説明書には先ほどお伝えした内容と同じ商品の情報や使い方、注意事項などが記載されておりますので、必ずご確認ください。またこちらのリアジェルのハンディライトは保証期間がついておりまして、注文日より3ヶ月以内に不具合があった場合、交換をすることができますので、こちらの保証書は大切にお持ちください。こちらのハンディライトの特徴はドーム型ではないので、狙った場所、ビジューをつける際など細かな硬化が必要な時に便利なライトとなっております。ワット数は3ワットとなっており、硬化するのに十分な強さとなっております。光が強すぎないため硬化熱も発生しづらく、チップの長さ出しの際に使うこともおすすめです。こちらのハンディライトを使ったビジューの付け方は、リアジェル公式ショップアシンメトリービジュー商品欄、または YouTube にて公開しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。